トゲアリは、八目アリカトゲアリ属に属するアリの一種である。日本のトゲアリ属は、現在4種が確認されており、日本本土には、本種以外にも畜子トゲアリがいる。働きアリの体長は7から8ミリメートル、女王アリは12ミリメートル。働きアリの胸部は、明るく鮮やかな赤褐色で、細かい天候区の密生によりその部分の艶はない。 背面に弓なりに湾曲した三体形六本の鋭い棘が備わっている。また、丸っこい体格をしており、腹部は常に下を向く。一方、上王アリにも棘は同様の配置で備わるが短く、そうじてその形態は黒尾あリの働きアリに似ている。エナメルを塗ったような光沢がある体と、胸部と腹部の間にある赤い棘が特徴。オスは、有志で全体に毛深く、 トゲがなく、メスとは、かけ離れた姿である。北海道と琉球を除く日本全国に、局所的に分布している。平地低山地の雑木林に生息する。植物症が豊かで、一定以上の規模のある林であれば、都市のごく近くでも見られる。直射日光にさらされず、同時に、風通しがあり、適度の木漏れ日が差すような条件が好まれる。逆に、 あまり樹木草本が濃密に生い茂っている環境には住まないことが多い。また、映像には、ホらのできるようなある程度太い、一定の樹齢のある樹木が必要なため、あまりは各細い樹木ばかりの林にはほとんど生息していない。ある程度太い、樹齢のある樹木の根元近くにあるホら等をオスに利用していることが多い。樹種はコナラを筆頭に、クヌギ、スダジー、 桜等が多い。原則として、これらはすなわち、工実の規制対象である、宿主アリが演奏していた場所ということになる。ただ、何らかの理由で環境が悪化すると、一旦乗っ取りに成功して繁栄した巣穴を捨てて、近距離の別所に引っ越す場合もある。本種は、他のアリのコロニーに一時的に規制する一時的、社会規制を行う。規制するアリの種としては、 黒尾アリ、ミカドオアリ、胸赤オアリが確認されている。また、飼育下では、トゲアリ同士で寄生させることもできる。社会規制では、まず女王が黒尾アリのワーカーに馬乗りになり、自分に匂いをつけるとその巣の女王アリを殺害し、その巣を乗っ取る。トゲアリと同じく、日本で一時的社会規制を行う者は、アメイロケアリ、テラニシクサアリ、ヒラアシクサアリ、クロクサアリなどがいる。 本種の女王による乗っ取り行動の成功率は非常に低く映像の開始にたどり着けるのは限られたわずかな女王だけであると考えられている。騎手の巣に侵入した新女王は宿主ありの働きありたちから激しい攻撃を受ける。この際、トゲありの新女王は宿主層内の敵の少ない場所に一時退避し、以後散発的に働きありとの格闘を行って匂い物質を 自らの代表に蓄え、攻撃を受けずに、巣の中心へ進むことができる、よう準備する。これを長い日数繰り返し、攻撃されなくなってから、トゲアリ神女王は、宿主アリの女王攻略に向かう。しかし、現実にはそれまで生存できないことの方が多く、また、宿主女王との戦いも命がけのものとなる。一方、簡単にのっとりに成功する例としては、 宿主ありの女王がたまたま衰弱していたりごく最近に死亡していたりするケースがあるが当然これもそういった稀な幸運に恵まれた場合のみである。結婚飛行は8から10月の間に行われる。時間帯は午前から昼間にかけて。特殊な生態を持つ種のために飼育が困難なため初心者には不向きである。うまくいけば数年から10年ほど飼育できる。 ありがとうございます。